イーガル V 元弁護士、高梨翔子は、テレビ朝日系木曜ドラマ枠で2018年10月11日から、同年12月13日まで放送された、テレビドラマである。主演は、米倉良子。大手法律事務所、フェリックス&、天馬法律事務所に勤務していた、弁護士、高梨翔子。しかし、翔子は、ある理由から弁護士資格剥奪という処罰を、 受けてしまう弁護士資格を失った証拠は、弁護士資格があるにもかかわらず全く実務経験のない大学教授を代表弁護士として誘い出し、法律事務所を開かせる。証拠は管理人となるが、弁護士資格がないことを口実に、元女性銀行員、元警備員といった、服役経験者、クラブのホストといった癖者揃いの人物たちを、パラリーガルとして雇い、さらには、 自殺事件を解明しようとした若手弁護士や証拠の後をつけてしまった縁で事務所の一員となった京国の教え子で元エリート検事である弁護士を誘い強引なやり方でこき使っていく民事訴訟で厄介な案件が次々と舞い込む中証拠はかつて所属していたフェリックス天馬法律事務所と対峙していくことになる果たして弱小法律事務所イコール京国 法律事務所は圧倒的な力を誇るフェリックス天馬法律事務所に勝つという奇跡を起こすことができるのか。第1話第2話第3話、第4話第5話第6話第7話第8話最終話、ありがとうございます。